でそうやってで、まあ、明治で首位打者になったりしたでしょ、うん、それでもうとにかくバッティングもすごい肩がめちゃくちゃ良かった、それがすごいセンターだったんですよね、うん、でセンターのもう高田さんっていうのはねプロで言ったらあの広瀬さんみたいな、ああ、何回にいた肩がめちゃくちゃ良かったんだよ。僕はあのピッチャーやってて肩壊してねやめた、うん、あの明治行ってからもうピッチャーやめたわけじゃないんです、うん、だから故障はしてない、あだからあの、まあ、あのオーバーハンドだけどね、内野手、ね、肩自身はもう本当に自分の足と肩はね、体は小さかったけどもあの足と肩は自信あった、もうずっとそのイメージが、うん、自信あった、オーバーそれはプロ入ってからもそうだったけど、営業の魔術師ね、うん、そうそう、ね、うん、まあ、いろんなことやってて、まずして平気なんですから、ね、俺の平気はまた違う平気だから、それで、明治の時に、うん、まあ、あのドラフトはないですよね、まだ。あるある。あ、その頃あったか、あ、そうそう、俺は高3の時や、高校の時はドラフトなかった、なかったでしょ、高校で、ね、南海のね、鶴岡さんが監督で、ね、鶴岡さんから声かけられたの、波翔の時にね。それは絶対それはそうですよね。阪神はなかったんですか、阪神は。来たのはね、あの何回が一番熱心で来てくれた、うん、後で聞いたら阪急も来たらしい、うん、阪急は俺は会ってない、うん、あの学校の監督と校長が会ってね、いや高田は阪急は行かない、うん、あの大学行かすから、うん、行くからということをこうだったって言って、何回は俺はね、もともと何回もあったし、うん、ほんで、そうそうか、うん、鶴岡さんが、ね、鶴岡さんとかね、うん、あれで直接俺も会ったことがあるね、ほんで鶴岡さんの息子って俺同級生なの、俺1年の時が3年生でもう阪南中学で、ね、うん、そう、あ、そうだ、それ法政だ、いじめられたじゃん、俺は、あ、そうそうそう、うん、アピール買ってくれた、あいつ同級生なんだよ、そう、ほんで中学校からあれで、ほんで知ってたんだけども、ほんで鶴岡さんに声かけてもらって行って、僕ももう早期だったんです、何回に、うん、あの、というのは家庭は親父が普通のサラリーマンで、ね、はいはいはい、あの成功所を勤めてずっと真面目にやって、あの僕は6人だから兄弟ね、うん、下から2番で子供を育ててくれて本当にもう感謝してたので、だからここでお金ね、あの時800万くらい売ったんだよ、契約金、はいはい、うん、いやこれはね大学行ったら金かかるし、うん、何回からね契約金800万でね、どうだって言われてるか、あれ球団も好きな球団だしね、うん、いや入ったよ思って、まあ個人的にも決めてたわけ、うん、なるほど、そしたら最終的にはもうあの学校の校長先生と校理事長だね、理事長と監督が、うん、いやお前は今プロ行ったらダメだ、うん、あの大学行ってからでも、うん、そこから大学行けということで、まあ、ストップかかった、へえ、で親が、まあ、最終的にはもう六大学ね OK だった、経済的には大変だから、関西やったらお金もかからなかったんだけどね、うん、でもどうしても6代でね、うん、まあでもそれは結果的に良かったよ、いや、それでドラフトね、それでまあで俺何回本だから第一希望巨人で何回だな、何回の本、4年前に声かけてもらってたからね、ほんで俺それで来たのも何回だけなの、ああその頃、そのどこも来ないの、巨人も一切ないのよ、指名しますも何もない、あの要するに何回だけがねあの頃ねドラフトって待って違う、そうそう、くじ引き、指名する順番を12球団が引くわけ、うん、で1番のくじを取れば最初に誰々柄本を指名できる、だから、はい、それで順番指名だから、うん、重ならないです、それでね確か1番はあれどこだったかな、ヤクルト何回か3番ぐらいまで入った、あ3番目やと、1番ってなかったら3番だと、というのはあの上位 5番目か6番目ぐらいまでに入ったらね、いいピッチャーが取れるからなんかピッチャーを指名したいと、だから、まあ、6番目以降なら俺をね指名するって、でそれだけ聞いてたわけ、そしたら見てたら待ってたらね、もう待ってたら一番確か3番目やったな、何回も、あもうこれでないわと思って、ピッチャー行くなと、うん、で確かピッチャー行ったわ、で俺の前が国学院の小谷太陽、俺はもう太陽かな、俺もどこでもプロ入るつもりだったからね、そして7番目が巨人だった、ほんで巨人に指名した、巨人のリスト何番な、だから7番目指名順位7番目のドラフト1位、ドラフト1位でしょ、でも7番目、
それみんなピッチャーうまい。あ、そうか。まあでもそれそうなるわね、しょうがない、ま、順番だから野手のナンバーワンはじゃあ高田さん。そうだったね。あ、うん、それで巨人はその前に一応来てたでしょ。一切ない一切ない、うん、だもう何回もそれだけしか。みんな金もらってたっていう前に一切なんかそらくないか。でも俺不安でしょうがないよね。本当に指名があんのかな。あ、そうっすか、うん、だから来てたのは何回だけ声かけてくれた。あの頃のドラ1とかみんな、うん、もともと藤原美和だね、もらったり慶応の藤原さん、うん、ねえあれエビチャーポーズね、そうやって金子行ってそれでやることやったの、うん、美和田は。ああ、そうかそうか、三輪田さん、三輪田さんさん、一級は八木沢さんだよ、ね、そう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 。あの頃エビサチ炭素いっぱいどうだよ、うん、で俺より一級上がまあ田部さんやるところだけど、二つ上の人たちこの、そうそう、ね、みんなだからいい選手いたんですよ。今は立教谷木ね。あ、谷木さんいたね、立教中日行って小川、小川、はい、小川さん、はいはい、あれもいいね。二つ上結構いたんですよ、うん、俺結構二つ上の人によく可愛がられて、二つ下が高井さんだけは俺を可愛がられてだけどね、その巨人にまあ入るじゃないですか、うん、それ最初どうだったんですか、こう見てば。いやいや、巨人見た時正直言ってね、うん、巨人はもうあの V 級の3年終わったの、うん、俺は4年目だから。あ、4年亡くなられた土井正造さん、あの人が1年目から、うん、最初の1級上で3つ上だからな、うん、人ね、だからあの人がスタートで、ずっとあの人入ってからずっと3年間あるの、うん、で俺が4年目からの俺はあの、うん、か5年連続だ、まあ、大体僕がレギュラーになって、それで末次さんがレギュラーで定着して大体決まった感じ、うん、なった感じやな、ね、VQ っていうのがな。だから正直偉いとこ来たなと思って、とてもレギュラーなんかなると、なれると思ってるの。その前の年は、うん、あの西鉄から、あの頃5番打者はどんどん毎年取ってたんです、うん、関根さんとかね、そこそこ畑さんとか、その前の年は西鉄から高倉さんってね、これよく打ったのよ、1年目。その人がやっぱりレフトのレギュラーなんで、その人が、まあやっぱり、あの縁というか、うん、あの運というか、うん、チャンスってあるな。そうですね、そういうなんかでね故障したんですよ、高倉さんが施設から来たの、うん、キャンプで故障したで、僕が出る機会が多くなって、あ、それ、まあ、紅白戦、オープン戦、それで、まあ、開幕しても、まあ、使ってもらってるっていう感じでね、うん、そこで、うん、あんまり最近この人話題になってないけど、うん、川上さんでしょ、監督。あ、そうね、入った時にこの川上さんの話ってあんまり出ないけど、 YouTube 見てもらっても、うん、どうだったんですか、鉄のカーテンとか言っていやいや、なんかものすごいきついそうだっていう話、うん、きついっていうか言葉では言わない、うん、あ、無言の圧力というかね、威圧感これはすごい、これが色で言われるよりも何やってんだよ、元バカやろ、しっかりやないって言われた方が、何言ってんねんこんなやろ、じゃあやってみろよぐらいなこと言うけど、うん、こうじろっと睨むだけだ。へぇー、でね、あの人はこう、横に貧乏ゆすりね、貧乏ゆすりしててね、川上が貧乏ゆすり火箸、やる鉄のこう、なんだあれ火箸、うん、はい、あれ持ってってね、あれだった、それだから、だからね、あのチャンスで三振したり、ね、ミスしたりしたら、もう真っすぐベンチ帰らない、こっちからスーッとそっち帰ってこないから、川上さんそっちを隅にすったそんな感じ。でも雰囲気は川上さんだけじゃない、みんなあの当時みんな前だったじゃん、まあ、結局ね、今みたいにあの仲良しで、ね、ありえないですか、ないない、みんな選手が何やねんで、この野郎こんなミスしようとこバカ野郎が、そうそう、チーム内でこんなとこで三振しやがるの、しっかりやるよお前らというような感じで言わないよ、言わないけれども、誰も立ってこんなん迎えてくれるのは誰も、そんなことないよ、それはじゃあ俺がよく言うでしょこういう人が言うんだから、じゃあどっちがいいか分からないけど、ね、それに勝たないと、うん、だからね、何言うの、くそ、見たら次は俺絶対やってやるぞ、絶対打つぞとか、そうそう、絶対打つぞという気持ちがある人でないと、はいはいはい、うん、だから
あの優しい人というかいい人はダメだね。成功する今はいい人は成功する。大谷みたいな見てんだら本当にいいよね。そうそうそう、こんなにこんなに人ニコニコしてもこれで打てたら結果出せたらこんないいことないよねと思うこと、いやだからその時のまあ柱が川上さんなわけでしょ。うん、だから V9 するにしても、うん、やっぱりそれぐらいの人じゃないとできないという話もね。よくね、初めに王さん長嶋さんが前線の時だからね、うん、勝っては建前だよ、うん、だからね、うん、もし俺が監督やってもね4回は勝ったと思う。ああそうです、うん、4回は勝ててもね川上さんでなければ9連覇絶対できない。 ON がいて誰がいてもできない。やっぱり川上さんの存在があっての9連覇。川上さんというやっぱり人はやっぱり今考えたらすごい偉大な人だよね。あれだけね、普通1回2回勝てば気が緩むじゃないですか。私は先生の場合と一切それなかった。どうしてあれだけ気持ち切り替えてね、またもう 6回も勝って7回も連続して勝ってるのチキン増進ね、新しい切り替えられるのかな。それが不思議なよ。もう油断とか慢心とか一切ないね。昔戦争に行ったんでしょ川上さんって。そうだね、軍人のねなんかね、うん、なんかそういう魂みたいなね、うん、あれがそういう時のこう姿勢に出てるんじゃないですか